はい皆さんこんばんはあれあ<ー> <laughs> こんばんははい水曜日夕方七時を回りました、えー、ヒッティングチャンスの時間です、えー、今日は三月九日で今日はですね、えー、おかげさまで二百五十試合目を迎えることができましたどうもありがとうございます今日スタジオには、えー、社会人野球の日本一、えー、去年の、えー、夏秋連覇ということで日本生命の 野球部の皆さんにおお越ししししいいいたただきままどうぞよろしくお願いします去年も、えー、東郷監督、えー、近藤マネージャー小林投手3人お越しいただきましてその後見事、うん、東京ドームでも大阪ドームでもあ今は大阪ドームじゃない京セ,セラドームして、えー、社会人日本一夏秋連覇ということで私あの勝手に「あげあげスタジオ」と呼んでおりますんでぜひ、はい、とも今年も。 このスタジオで沖縄市小座神県スタジアムでキャンプで勢いつけて頑張っていただきたいと思います。で今日は、えー、もうお一方、えー、沖縄にゆかりのある方お越しいただきました。こんばんはこんばんは。お名前どうぞ。イトマ高校出身で中央大学から来ました神田と和樹です。 はいいどうもよろししくお願まます、はいえー、ちょっとまだ緊張気糸満高校、えー、中央大学卒業して、今年、えー、日本生命入社ということで、えー、もう一足早くキャンプに合流していらっしゃるですね、小別さんも去年はそんな形で、はいはい、結局、大学の卒業式は。出れなかったですねあ残念。ずっともうキャンプに、そうですあの時はもう大阪戻ってました。 卒業式の時は戻ってました。菅田さん中央大の卒業式はいつですか。三月二十五日です。二十五日だとちょうど大阪でオープン戦、真っ盛りぐらいですか。そうそうです、ね、春季大会をぐ終わりぐらいですね。うん、<laughs> まあもうマウンドの上で、あマウンドじゃないやバッターボックスで表彰式へ卒業式、はい、表彰式まくれて <laughs> え迎えていただきたいと思います。 はい、えー、今日はじゃあ日本生命の皆様と一緒にお送りしていきます。ヒッティングチャンス。この番組はオリジナルプリントショップタカ、有限会社や不足工業、ダイニング居酒屋ライト、安心と信頼の小座自動車、歯の健康相談所チムアザシカ、沖縄市山内神切館団家、ベースボールプロショップ大野山スポーツ、以上各社の提供でお送りいたします。 はい改めましてこんばんはこんばんは、はいえー、本日のヒッティングチャンスは、えー、社会人、えー、夏の都市対抗野球大会、えー、そして、えー、秋の社会人野球日本選手権、えー、見事、えー、夏秋連覇の日本生命の皆様にお越しいただきましたじゃあ監督から自己紹介お願いしますはい、えー、日本生命で監督をしてます東郷です、えー、今年で3年目になりますはいよろしくお願いしますお願いします、えー ピッチャーをやっていますえー、今年2年目になりますえー、小林です。はい、よろしくお願いします。お願いします。ポジションは外野手で今年入社の上里和樹です。沖縄出身です。よろしくお願いします。はい、えー、糸満高校中央大学、はい、ね。今年日本生命入社ということで上里選手です。よろしくお願いします。はい、えー、マネージャーの近藤です。また、あのこのスタジオに戻ってこれたので。 今年もいい、えー、一年になるんじゃないかなと思って期待しています。よろしくお願いします。ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいな。<laughs> ありがとうございます。是非ともはいそうですね,ね。ちょっとあのー、沖縄キャンプ天候がぐずついたりして、はい、なんか申し訳ない気持ちになっちゃいますけど、い,やいやうでもいいす。うここに来れただけで、うん、はいあのここからのスタートで優勝できてますので、はい、はい、ありがとうございます。 と今日はオープン戦、沖縄電力さん、天候、ちょっと、そうですね、2回途中で雨で中止でした、残念、神田さんは、出番は、出番はなかったですね、先発ででした、きょうはベンチスタート、代打の準備したんですか、いや、まだしてなかったです、小林さんは、投げる準備。 投げる準備、はい今日登板予定があったので、うんはい、準備はしました。あれですか、監督、事前に今日は誰、誰、誰でいくぞという感じで、こういったオープン戦はもうそうですね、オープン戦はそういう形で、ピッチングコーチが言ってるか言ってないかですけど、うん、私はピッチングコーチは言ってるんですけど、<laughs> <ー>はい、もそれはもう、イニングも。イニングも決めてる場合もありますし、うん、もう試合の流れで帰る場合もあるので。じゃあ今日小林さんはは予定は 何番目最後とは、はい、聞いてたんですけど、イニ,イニングは聞いてなかったんですけど、<お>最後にって言うのは聞いてたんで、はいはい、それに向けて準備はしてましたああ。どうですか、沖縄キャンプ2年目 2>、まあ、去年よりかは、はい、あの、そうですね、チームにもなじめて、はい、落ち着いて、はい、冷静に、えー、周りが見れてるのかなと思います。ああはい、逆に言うと 上田さんは社会人デビュー、いかがですかそうですね、まあ、沖縄で野球するっていうのは高校以来なので、うん、あそこはなんか、楽しいっていうか、今のこの、えー、小ザシンスタジアム、はい、沖縄市営球場、新しくなってからは初めて初めてです。ああ 古い時は1回あるんですけど、うん、新しくなってからは初めてですじゃあ糸満高校時代はこちらで公式戦はしてないです練習試合かな練習試合は1回だけしましたもうあのー、広島カープもキャンプしていただいてますし小田シンスタジアムということで、えー、ネーミングライツかいただいて、えー、新しく頑張ってますね。でぜひともこちらを足がかりに、うん、来年はドラフト 期待している、はいはい、あぜひとも <laughs> <laughs> 強くじゃあその辺は監督にもアピールしていただいて小林さんは1年先輩で今年もう手を挙げてあれですかもう東郷監督は3年目ということで選手もちろん送り出す方になるわけですけど、はい、逆に、えー、新しいメンバーをまた。 探してくるのも監督や、えー、コーチングスタッフの方で、はい、そうです、ねあのー、採用担当のコーチがいますので、うんまあ、そのコーチがまず見つけてきて、うん、その選手を私が見に行くという形でよっしゃということで,そうです、ね、声をかけて、はいはい、あれですか、亀田さんは、はい、去年の何月ごろ声をかけていただいてそう3月。 去年の3月、うん、あれ違う ?11 月 <laughs> あ秋のシーズン終わった後だったのでああでも3年生の秋終わった頃には声かけていただ、はいてじゃお世話になろうという感じでもう4年の入る頃にはいやその時はまだどこも決めてなかったで大学卒業で できればドラフトかかればという気持ちもあったわけですであの、まあ、日本生命のほに、ね、お世話になると、はい、この、えー、夏秋連覇はご覧になりましたまテレビでは見てないんですけど、うん、まあしっかりこのスコアとかはネットで確認してますああの先ほど東郷監督東京ドームの1回戦には、はい、新人採用予定の方を連絡して。はい 感染していただ、くと、はい、それをじゃあ皆さんと一緒今年最高は2回見に行きまして、うん、そのとき、じゃあこの今年入社した4人の方の20日を合わせという感じですか、はいはい、もちろんあのチームメートでもありライバルでもありというような感じで、東京ドームのゲームはご覧になっていかがでしたそうですね、まあ、思ったより打つチームだなというふうには、あ,あ,あと雰囲気がいいなというふうには感じました。うん その時はあれですかベンチ裏か何かでいや、スタンドですね、次年度のメンバーだよということで、現在のメンバーへの紹介とか、それはまだ確定ではないので、その失礼しまたやり取りは近藤さんがマネージャーで、まあ村方で、それぞれ皆さんに連絡して、ドームに何時に、第何試合だからというような形で。 東京ドームでプレーしたことは大学時代は、まあ、ないですね、神宮球場でしかやってないので。うんえー、と中央大ですと、東都、はい、大学で、東都、はいうん、リーグ、そちらの方ではあれですか、もう神宮で、あとあの大学選手権いや、いろんなところ、大学選手権というのは、持ちもあです、秋の明治神宮大会が。 神宮球場で,球場、うん、で春の日本選大学選手権が東京ドームと神宮球場、うん、でその時もうドームでは投げるああ投げるじゃないあのプレーする機会はいやなかったですね、うん、じゃもうそこで活躍してる先輩赤いユニフォームの皆さんが活躍してるのを見てよっしゃ俺もこっちでというようなかっこいいなと思います、うん、監督あれですか この、えー、連覇、夏もそうですけど夏が決勝戦、えー、大阪ガス、はい、同じ大阪市同士で延長14回、はいはい、で秋が、えー、本田、はい、でこれはまた延長9回、逆転さよならと、まあ、9回ですから延長じゃないですか <laughs> 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 失礼しました、学童野球のやるばっかりやると9回は延長戦になってしまうので <laughs> 失礼しました。9回の表にに点先行されて裏に 8回の表ですかね、1点取られて、9回の裏に逆転と、いずれも私、テレビで見てましたけど、ありがとうございますすごいゲーム、いやもう本当に選手が粘りを持って戦ってくれたので、いい結果が出ました監督もちろん采配もそうですけど、こいつやるなみたもう本当に選手はすごいなと思いましたね。 近藤さんは、はいえと、マネージャーはベンチには、はい、いわゆる背広、セビロスーツ、ネクタイで入ってらっしゃるわけですねはいでスコアなんかつけながら、そうですね、どんな感じいや、もう、あのー、ただただすごいなと、まあ、同じチームメイトではあるんですけど、うん、本当になんかいいものを見せてくれた<ー>と思ってましたね、うん、あれあの小林さんは、はい、夏の東京ドームでは出番は はなかったです、ね。はい。ですけど、この秋京セラドームでは、大活躍、はい。まあ、そう、活躍したのかどうか,か <laughs> はい優。優秀選手。優秀投手。優秀選手。はい、うん。これチームから、優勝チームは何人とか、そういった感じではなくいや。人数は決まってないですね。うん、それぞれ、まあ、ポジションごとに選ばれる形ですね。うん、はい。はい、もう、結局、えっ、ー、と。三試合。 投げたんですか。大阪では準決勝以外ははいそれで。あ持たないてんだ。準決勝はえっと左の清水ですが関東はい。まだ準決勝じ準決勝じゃない。えっと清水は準準決勝準準決勝が カンですね。小林さんまだ先発関東はないですはい。スタミナはもちろん十分。ええ、まあ去年はまだそんな体力はなかったと思います。今年ははい。ぜひ関東する気持ちで投げたいと思います。楽しみですね。そうですね。まあ今年は小林フル回転です。あの関東だけじゃなくて連投連投で、はい。 もうあの身長187センチ、体格も素晴らしいですから、はい、そういった今、監督がおっしゃったフル回転、スタミナはもうばっちり。まますすありがとうございます <laughs> <laughs> 社会人の野球で連投というと、もちろんあの先発して、次の日は抑えに回ったりとか、そういった形、先発、先発というような形はあまりない。 あんまりそこは聞かないですけど、うん、まあ私はギャンブラーですから、うん、そういう企業もあると思います。<laughs> 今おっしゃったこのギャンブラーというのは、ご自身でいつもおっしゃってるんですか、そうですね、私、自分で言ってます。はい、<laughs> 近藤さんマネージャーーかかから見ていかがですかノーコメント言 <laughs> <laughs> 言えよ言えよよ いやー監督、また来たなーみたいなまあ、でも、見てて楽しいですね、野球が。はい、ここはこう来るかというか、ある程度また逆に、監督、こう来るんじゃないかなみたいなまあ、はい、予想もしながら。そ,そうですし、あのーうん、まあ、あのすごい勉強になるなと思って見てますね。小林さんはいかがですか、1年、東郷監督、相場でご覧になって。いやまあ そうですねその通りっていうか、えーまあ、自分が今まで野球人生でやってきた、えーでまあ、自分がここはこうだろうなっていうその、まあ、自分の中での予想ってのとはまた違った、うんはい、違った目線でというかその、まあ、自分との予想とはま,あまた違った考え方があるんだなっていうのを感じました。 この、えー、秋の社会人野球の大会では自分の出番というのはある程度、予想通りそれとも本当にギャンブルきたなといや、もうそれはいつでも準備してたのでいずれも行ける準備はできてたので、うん、それは別にびっくりは小林を使うことはギャンブルじゃないんで失礼しました。 別あのスタンドの下下ですね。それは、まあ、あのか球場内の電話,で電話とかでやり取りして、はい、もういつでも準備をしてます、ね。もうそれはあのピッチングコーチと常に連携を取っていますので、うん。じゃあもう当然小林さんで勝ちに行くと。うん、そうですね。はい、じゃあ、亀田さんはもう本当に。 日本一のチーム夏秋連覇のチームに新メンバーとして入ってきて、はい、で最初のキャンプ一番、まあ、驚いたことというか大学高校大学と全然違うなというのは何ですか、うんまあ、一球一球にしっかり対する一球一球しっかりに気持ちが入ってるというか、うん、一球一球集中していなというふうには 思いました。今日はちなみに最後までやってると大田出番、はい、そうですね。まあ大田でまあ1打席2打席は立たせ、うん、立たせたいと思ってましたよね。<ー>はい。でも今日は残念ですが明日はゲームはなくて金曜土、はい、曜、はい、オープン戦でじゃぜひ出番に葛藤してください,、はいはい。はい。頑張ります。 大学の頃は通算ホームランは公式戦では2本しか打ってないですね沖縄市100メートルでしたっけね両翼センター120かぜひ放り込んでいただきたいと思います狙ってくださいよ狙います小林さんはシャットアウトまあオープン戦ですからイニング数は限られているかと思いますがぜひともしっかり 頑張っていただいて。はい。お伝えします。お伝えしてます。はい。はい。で、ここで音楽聞いてください。お願いします。 はいデ、えー、ュークエイセスで木星の花聴いていただきました残念ながら東郷監督と私しか知らなかったですね若い皆さんはこの歌初めて初めてですねめ初めてですもうね僕らの世代だとするともう日本生命といえばコマーシャルはもうこの歌、はい、そうですね、はい、でおばちゃんが本当に自転車乗って回るという風景の の歌でしたけど、ね、もうずっと日本生命日生で何の会社か分かんないけど自転車でおばちゃんが <laughs> 歩いてるみたいな子供ながらにそういう印象だったんですけど <laughs> あそうですか近藤さんも初めてはい初めてです会社で毎朝この歌流れるとかないいや流れてない <laughs> <laughs> あの何ですか西田敏行さんの,あの釣りバカ西で、はいえー、あれは、ね、鈴木建設 会社の歌が流れるんですけど、はい、日本生命さんはいかがですか。会社の歌は流れます。うん、はい。もちろんこの歌ではない。は違います。神 <laughs>、はい、田さん初めて。初めてです。お父さんお母さんに聞いてみて。はい。に日星のぼちゃんで知ってるって。はい、僕もあのタイトル木製の歌というのは今回初めて知りました。うん、全然この何ですか会社の中でも。 もう流れない昔の歌になっちゃってそうですね多分タイトル知ってる人いないんじゃないですかねあのー、あれですか明日から球場で BGM にいやそれはやめておきます <laughs> <laughs> ちょっとリズミカルじゃないですからね曲流れてます、はい 曲は、はい、かけてます、ね、ずっとカープとか他のプロの球団もキャンプ中はずっとそういったリズミカルな曲流れているので皆さん、あれですか優勝祝賀会去年はもう夏も秋もたくさんあったかと思うんですけど監督はもう引っ張りだこ、まあ、引っ張りだこというかそうですね来客は多くなりましたね。来客とというと うちの選手も使ってくれというような売り込みもあったんですか。まあ売り込みと言いますか、そういう練習参加も多いですし。うん、あまあスカウトの方も来られますし。もちろんそれはまたあのー、先ほど監督がおっしゃった。新しい、日清に入ってくる新しいメンバーもそうですけど。プロに送り出す、プロの側のスカウトの方。そうですね。うん、はい、そうです。小林さんはいかがですか。今年は、小林が。行くと思います。一株。一株ですね。<ー>はい。いいな。 ぜひ東京情報大から3人目指名されたら、はい、ぜひ頑張ってください。先輩の石峰正、はい、先,先輩、はい、この間は失礼ですけど志麻さんがけがしたんでちょっとチャンスかなと、はい、僕らは期待してるんですけど、はい、<laughs> ぜひ楽天に行ったら先輩後輩のバッテリーで。 他に行けばそれあれ田さんんはは<っ>宮先先輩輩何期期なるんですか一もう今年は一軍に定着そうですでも今ネットで見る限りでは行方不明みたいな感じになってるんで <laughs> 調整中みたいな感じになってるんであ,あれですかジャイアンツには今の宮國先輩そして平健太郎平健太郎は一つ下 1>, 2つしたか1つから今度成人式だったのかな、ほ度成人式だった,2た、うん、2つしたです。うん、で、与原宏貴と県出身者が3人ピッチングスタッフにいるんで、あなたはまた打者として、ねはい、頑張ってください。お父さんもあれでしょ、富城高校で、ね、はい、もう黄金時代のエースだったんですけど、プロ目指していた。 聞いたことあるプロを目指してたみたいた、ねうん、あその分の夢もあなたが合わせて叶えてくださいはい、はい、もうあれあの社会人のボールってあのやっぱり大学とはピッチャーのボールもちろん違う感じします見ていてまあそうですね打席にあまり立ってないのでまだ、うん、じゃあぜひこのオープン戦で金曜日はどちらとですか ビッ開発さん日曜日が土曜日日立さん日立さんも沖縄でキャンプしてるわけですかでも日曜日にはお帰りになるそうですねあと木金土晴れるといいですね晴れてほしいですねカラッとした沖縄の太陽で真っ赤に真っ黒に日焼けして戻っていただきたいです4月入ったら神田さんは入社式 なんか毎年あの挨拶があるそうですけど、うん、新人は小林さん去年やったはいやりました、うん、初めて聞いたはい初めて聞いた僕は去年聞いたんですけど準備してますいや全くしてない <laughs> <laughs> あれあの小林さんどんな挨拶なさったどんなええー、いやいたって普通な <laughs> 挨拶をはい 緊張しながら、ね、してたと思うんですけどこれあのいわゆる何全新入社員を代表するそうですねですあまあ代表というかみんなの前で野球部だけが出ていって挨拶をする、うん、ああちなみに何人くらいなんですか新入社員年によって違うと思うんですけどああ何人くらいだったのどんぐらい いやそんな自分が思ってたほど多くなかったとは思うんですけど。ま、うん、けどそれでも多かったですね。ああはい。今年は野球部は四人。はい。皆さんもすっかり打ち解けました。そうですね。だいぶ打ち解けました。えっと宿はあのセンチュリーホテル。はい。ニューセンチュリー。走っていくそうですね。あのー、ランニングカー。 歩いてか、まあ、まあ、アップがてら。<ー>はい。でも明日も。早くから。えと、ー、まあ、時間は9時からですね。優先中にホテル。食事はいかがですか。食事いいですよ。はい。おかわりしてます。はい、いっぱいおかわりしてます。す <laughs> やっぱりあれですか。あの。たくさん召し上がる方はプレーにも。そうですね。まあ、食べることもトレーニングの一つですから。うん、まあ、小林はもういつも最後まで残って食べてます。<あー> <laughs> 人の倍も三倍も。亀田村さんそれ見てます?。いや、見てないです。いや、ぜひ。真似て。はい、食べる量も。あと、十センチぐらい身長を伸びるように。<laughs> そうですね。欲しいですね。体重は今、どれくらいですか?。体重八十二キロあります。小林さんは。八十三キロです。小林さんは。細身。えー、細身ったら失礼ですけど。まあ、そうですね。今ちょっと、あの。 増,量中増やさないといけない。たくさん食べてます。神田さんも負けずに。はい、方は高校の時はどれくらい放りました。百。十ぐらいは。あのなした。協議会。そう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 。はい、優勝。いや。協議会は出てないし。あ、出てない。ね、沖縄で。 野球部対抗競技会というのがあるの、はいえー、ご存知ですか。いや知らないです。知らないです。すあそうですか。はい、あれもう僕らの一つ先輩からだからいくつ四十年ぐらいになるんですよ。野球部対抗とい高校野球いはい高校野球部。部一、えー、月の十五日昔は十五日だったんですけどね。今もその、えー、高級日がずれたんで土曜、えー、今の円筒であのスパイクじゃなくて運動靴での百メートル走、はい、でホームラン競争。ホームラン競争。 今は T においてやつフロム T で累関係とベースランニングあと何かあったっけ立ち三段跳びがあるねと200のリレーがあ 900m リレー9人でチーム大会ね1800か今はであと1500あっ1人で1500ある時は実球層はあそれは各チーム選抜されているんですかそうですそうですは一同に返してへえ だから野球場とサブグラウンド競技場みたいな感じでやるんですぜひ。これはの結構評判で、県外の学校からも視察に来るそうです、ね、あのスカウト連中はそこを見たいですから沖縄はあの、いわゆる彼が1 1 0ル投げるというのはもそうですし強犬、俊足。はい 結構多いんで、いやまあそもそ,のそもそもあの、うん、身体能力高い選手が沖縄は多いので、うん、<laughs> そういったところもあれですかね、そういう競争心というか、うん、でレベルが上がるんですかね。はい、あの昔はですね、僕らが始まった最初の頃はバントとかだったんです。バント。はい。一塁側三 <laughs> 塁側に円回ってですね、ここに止めると。えー 実中なんぼ止まるかみたいなじゃあかみと無理です <laughs> <laughs> それとかあの外野にポール立てて狙い撃ち競争とかですね<ー>今から考えると笑い話みたいな種目もあったんですいや,いやでもそれは結構大事なことではあんですよねただあの時間かかりすぎると言って、はいかかね、今のは <laughs> <laughs> 配信なんてあの 今のホームラン競争ロングティーも当初はちゃんと投げとったんですよ。そしたらやっぱりストライクアイランつがいて時間かかりすぎるんで、もう置いて、今はロングティーになってるんだ。オきていいですね。起きていい。それでも 100m 飛ばすんでしょスタンドンさせるというから大したもんな。あなたも放り込んだ。自分たち学校のグラウンドだったので、一番106ぐらいです。あなたの頃はどこだったんですか 宜野湾野球場とじゃあ宜野湾の陸上競技場と宜野湾高校今は去年ぐらいから読谷になってるのかな,あうなん読谷球場と陸上競技場サブグラウンドそういった形で 1>, 1月の2週目ぐらいの日曜日だね 連絡差し上げますんで、はい、キャンプ場に下向かれてぜひご覧ください、はあ、沖縄が初めてあの1年生大会というのも沖縄が発祥の地らしいです<ー> 1>, 1年生大会あったでしょ優勝しました優勝した、はい、すごいあれで優勝すると3年の夏の選手権結構上位にいくんですよね最<初>あなた方はそれ優勝したわけでしょ最後はいそうです 夏甲子園出れないっていうジンクスが。あ、それ破ったのか、はい、あなた方が、ねあの。そういう、いろんな。なん、なんとか、先進的なことをやって。頑張っているところでもあるんで。はい、ぜひ。今年も。そうですね。優<勝>はい。今、その優勝旗は会社に。保管されているんですか。今、グラウンドありますね。あ、持ってきてるんですか。 あこっっちには持ってきてないですよあ大阪のグラウこはさすがに持ってきてないですけど <laughs> いや今すいません持ってきた方よかったですね、えー、ぜひと思ったんですじゃあ今からそれに行かせますか <laughs> 行ってきます <laughs> あ大阪の小野グラウンドに、はい、これはまあ見られるんですかいつでもそれとも現状に書きかけて今は閉まってますね、うんまあ、基本、はい、会社の方に置くようになってますので あれはねクロージモキとダイヤモンド、でも2本並べて、ね、そうですねなかなかないことなんですよね、はい、史上3チーム目、そうですね夏秋連覇というのは、はい、どうした、実際に自分がそれに貢献したというのは。1年目から、まあ、連覇っていうのを経験できたのは、とても大きなことだと思いますしまあ でその連覇、まあ、選手権で投げれたっていうのも、うん、それまた大きな経験だと思僕はあの年対抗では出番なかったですよね東京ドームではそうですよねなかったです、ねうん、でこの京セラドームで、はい、マウンド上がってきてピンチ切り抜けた時の,あの小林さんのガッツポーズ、はい、あれかっこよかったなまあそうですね安心しピンチで上がってまあ そののまは、打、まあ、たれたらどうしようとか、まあ、そんなことは考えてないですけど、たぶ、うんまあ多分、安心し,し,して出たガッツポーズだと思います、うん、あれ、宿舎会って、ビデオとかご覧になりました、はい、いや、えーその、そのガッツポーズは見てないです <laughs> その自分が投げたところは、はい、見ました <laughs> ああ監督、いかがでした、あのシーンは。そうでですねねあ、うん もう小林の9位で押してくれるだろうと思ってそその通りそうですねの、まあ、あの出したピッチャーがみんな抑えてくれましたので、うん、結果は、まあ、私の采配が当たったような形になってますけど本当に選手が頑張ってくれましたはい その辺はもちろんあの先ほどおっしゃったピッチングコーチからいろんな情報いただいてそうですねあのピッチングコーチと相談をしながら、うん、ピッチャーの替え時とか次のピッチャー誰に行くとかっていうのは相談しながらやってますね、はい、でも結果東京でも大阪でも胴上げ本当に中にも上る気分という感じですか、ね、そううですね,うですねあの、選手権はもう 8回あげてくれと最初に言ってましたので <laughs> <ー>、はい、末広がるで8回あげてくれと、はい、で数えてました数えてました、うん、はい8回あげてくれました数えてましたあげる方も小林さんはい数えてました、うん、<laughs> じゃあみんな 1, 2, で123って数えながら数えてましたあれですかやっぱりあのああいう角度から見るこのドームの天井というのはいかがですかいやそこ天井まで見る余裕ないですね <laughs> あれこいつら落とすんじゃおうかなと思いながら<ー>はいその心配だけどはいやったろうかと思って正直に言うてみえもうしっかりキャッチして <laughs> 誰かはじゃあ足つかんどきよう頭つかんどきようみたいな感じであの基本的に足は上がらないようにあのカメラマンに言われるんですよねあカメラマンってそこまで注文してくか足上がると顔が隠れるのでなるほど、うん 足を押さえてくださいみたいな感じなので<ー>逆にだからそんなに上には上がらないんですよねああそこまでいろんな注文が入ってくるわけですかその時近藤さんはカメラ持ってるんですかそうですねこのチームの広報誌とかに載せるそうですね。あとはまあこれ知らんぽりしてなかった全然 <laughs> してないです全然してない <laughs> もうこの広報誌2冊私の手元に 結構小林さんごめんなさい近藤さんご写した写真も入っていやそれはもうあの新聞社さんが撮ってる、うん、あもうプロの写真ですねあ<ー>、はい、あじゃあ冊子はそういった新聞社スポーツ紙の皆さんと一緒に作って、ねはい、基本的にはもう全部新聞社さんが構成から全部考えてくれてそれをまたこういうあ皆さんの場合は、えー、と営業所とそういったところで、えー、広報活動に使っていらっしゃると。 ここでスポンサーからのお知らせを聞いてくださいお願いします。 はい、えー、今夜のヒッティングチャンスは、日本生命の野球部の皆さんと一緒にお送りしています。ここで、えー、メールが届きました。ラジオネーム野球より野球兼、えー、遠目さん、日本生命の皆さん、こんばんは。野球談義いいですね。ラジオの前で頷きながら聞いています。皆さんに質問ですが、俺って野球バカだなと思う時ってありますか僕はプロ野球ニュースなら一日何回見ても飽きないです。カメラのアングルが違ったり、ニュースの出番が変わっていたりと。 面白いんですよねということで届いてますが、小林さん、はい、これって野球バカだなーって、どんな時、えー、YouTube の動画を、えーまあこうまあ、野球以外で見てても、結局、最後は野球の動画を見て、さ最後、結局は野球の動画を見てるなーっていうにまに、まあ、やっぱ野球バカというか、まあ、やっぱ野球好きなんだなっていうのは思いますね神里、はい、さんはいかがですか。 そうですね自分は漫画とか、まあ、ゲームとかも野球のしか見たりやったりしてないああでその時はバカだな <laughs> <laughs> ちなみに野球漫画で言うと小学生の頃はドカベンとかを読んでいて今はダイヤのエースとかを読んでダイヤのエース監督ご存知ですか <laughs> 名前は知ってますけど、ね、ああドカベンはまだいいんですけど山田太郎とか岩木雅美は分かるんですけど今のダイヤのエースというのは分かりないですねあの何でしたっけあれメジャーなんとか五郎茂野五郎までですねでもその前のあの何でしたっけ男ドア方向支援とか水嶋慎治の漫画「阿部さん」とかですね なんか監督出てきそうじゃないですか、阿部さんに。いや <laughs> 出たいですけどね、ねうん、ぜひ、機会があれば。あのー、今、亀田さんがおっしゃってたんですけど、ネットでグラブのアドバイザー、見つけたんですけど、はい、あれは何、現役の頃いやいや、最近です、ね、最,近最近、去年ですかね。 この,あの作る段階からアドバイザーとして関わってう、ねはい、こうしてほしいああしてほしいみたいな感じで,で、ねまあ、統合モデルになってますけどでこれもちろん売り出されてるそうですね売り出しになってるんですけどなかなか生産が追いつかないみたいですいや,いや人気というか職人が一人しかいないんで <laughs> <laughs> 私のグラブを専門に作る職人が一人しかいないのでそれがなかなか追いつかないというか。というとも 手作りそ,うそうですね、3か月待ちは当たり前っていう感じです、ねわ。ちなみにメーカーは ?IP セルクト。あまりメジャーじゃないんですけどね、はい、じゃあもう本当にツー、これからまあプロ野球選手う、メジャーも含めて出てくるんじゃないかなと思いますけどね。ああ日本生命が 年対抗で、全員このモデルを。使う全員は使わないですね。<laughs> はい。近藤さんご覧になったことあります?。<laughs> はい、あります。もう選手も使って。皆さん使ってらっしゃる。はい、今いるんで。小林さんは、まあ。はい、あの使ってはないですけど。はい。内野手。もう内野手用ですね。うん、はい。投手用は。まあ、投手用はもう勝手にしてくれって。感じです <laughs> 外野手はいかがですか亀田さん。まあ、あれば使いたいなと。思います。はい。ぜひ 内野手もセカンドショートというような感じ、はい、基本的にはそうですね、二遊間用ですかね、ご自分がプレイしていた頃の。まの、あ、自分が使いやすいような形で、うん、アドバイスしてますのでもちろんあの試行錯誤というんですか、試作品が来てはそうですて、ね、もう何回も、はい、ちなみに期間としてはどれくらい 1>, 1年ぐらいはやったんじゃないですかね。うん、もうこの 先方ももちろん職人さんみたいな形でそうですねはいこれはその IP さんの方からお話があって受けてうそうですはいはいいかがですかご自分のモデルグラブに統合モデルって入って,ままあ入ってないですねああ残念ながらしかしもうあれでしょなんてもう本当に監督としても自分の手にしっくりくる理想系理想系 ですけどまだ完全に納得はできてはないですね。まだ改良の余地はあるから、はい、こ,これからの課題ということで,、うん、で今年の,あの小林さん、はい、もちろんもう秋のドラフトも控えてますがその前に、はい、日生で社会人野球、はい、今年はもう堂々とエースとして。はい 活躍すすすするのを期待してますがいかがですかまががかかででそうですね去年、年対抗東京ドームで投げれなかったとっいう悔しい思いもありますし、まあ、1年目から連覇という、まあ、貴重な経験もできたので、まあ、その最高のイメージというのは自分の中でもありますし、まあ、先のことを考えずにまずは年対抗連覇というのを目標にして。うんえ 少しでも、その連覇に貢献できればと思ってます。はい、ありがとうございます。神田さん、ちょっと待ってくださいね。メールが届きましたので、うん、このメールの質問にお答えください。はい、はい。ええー、なんとなく野球好きです。ちびっこ野球少年に、大学社会人と長く野球を続けられる秘訣を。アドバイスお願いします <laughs>、まあ。まあ、しっかり体のケアだと思いますね。はい、やっぱり。 気がしたらやっぱり長く続けられないと思うんで、しっかり体のケアをしっかりやると、はい、そうすれば続けられるそうすれれば、はい、続けられると思いますわかりました、じゃあそれを踏まえて、神里、はい、さんの今年の目標、社会人1年目。そうですね、1年目っていうか、まあまあ、ちょっとわからない、社会人野球というのは分からないと思うんですけど。 その,その分からないのがいい方向にいければいいかなとは思っているので、うん、しっかり自分のできることをしっかりやって今年も連覇できるようにしっかり貢献したいなと思いますはいいありがとうございます、うん、大阪でクラスのもちろん初めてはい、初めてです寮生活、はい、大学も寮ですよね寮寮大学は自炊ちゃんとまかないさんがいていはい、います日清の方も 茜、はい、さんがいてその辺はもう慣れたもうはい慣れました関西弁がさっと出てくるいや出ないです <laughs> なんかあると「アホやな」とか出てこないですかまだつまずいたら「アガー」というタイプですかまだあそうですねまだこれあの昔あったんですよ、はい、沖縄のお笑い芸人であの うちなんちゅうてばれるといういくら隠してもばれるというね叩かれた時にねどうしてもあがって痛いというんじゃなくてあ、ね、がって言うのがもう絶対うちなんちゅうということでやったたいてこのキャンプもそうですけど本当に、えー、いろんな方に支えてくださって、えー、昨年の結果が出せたと思うんで。うん まあ感謝の気持ちを忘れないで、えー、今年し1年もえしっかりとやって、えー、皆さんにいい報告ができるようにやってまいりたいと思います、うんはい、あの僕、今年ちょっとだけ、もっと早く自分で気がつけばよかったのにと思ったんですけど、少年野球教室やってらっしゃるんですよね。そうですね、はいうん、もっと早く気がついてお願いすればよかったなと思って、来年ぜひお願いします。者、あのー、に 要望を出してもらった方が。ありがたいですね。ああ<ー>、はい、野球部に直接ではなくて。はい。ああ、なるほどわります。これはシーズン。まあ、オフシーズンが中心になりますけども。はい。じゃあ、あの、実際、ほぼ回っていらっしゃるわけですか。じゃあ、<う>何人。数人単位で,で。そうですね。まあ、大体七名ぐらいで。うん、はい。はい、統合監督。今年。はい。連覇に向けて。そうですね。あの、連。 を目標にできるのは我々だけですので、えー、他のチームよりも高い目標があると思いますので、うん、そこに向かって、えー、全員で突っ走りたいですし今この沖縄のキャンプ来てからあー連覇というものができましたし、うんえー、このスタジオに来てから、はいえー、連覇ができましたので引き続き、えー、今年も連覇できるように <laughs>、はいえー、やっていきたいと思います。はい、本当にもうぜひあの アげアげスタジオと頑張って、はいてますのでアげアげ,、はい、<laughs> げ,げチームで、はい、ああよろしくお願いしますもうあれですか大阪戻ったらすぐ大会本番そうですね大阪府の大会から、うん、都市対抗の予選というのは、えー、今年は免除,あのー、免除ですね、うん、はい。優勝チームは即本本戦。そうですね東京ドームにもう一回戦の日程は決まってます、うん、じゃああれですかあもう一回戦の日程まで決まってる そうですね開幕ゲームで決まってますので<ー>対戦相手はまだ決まってないですけどんあれですか秋は秋はまだ前年度優勝チーム推薦はないですではない、はい、秋はじゃあまた予選から、はい、じゃ逆に言うとその予選でチーム力を上げていくというような時間設定が。 厳しくなるというところもあるわけですね。そうですね。まあ年太鼓に関しては、予選がないというのはちょっと不安もありますけど、まあ予選がないに越したことはない。間違いなくやれるわけです。はい。変りました。今日あのお忙しいところありがとうございます。あとうごした。あと三日間晴れること願ってますんで、あともう本当に沖縄でそうですね。あの皆さんに球場に足を運んでもらって選手にパワーをいただきたいと思います。あれですか。あのいわゆる 日生のおばちゃんじゃないですけど若い皆さんが営業の皆さんがエニレディがまあ来てくれると思いますはいわかりお忙しい中ありがとうございますありがとうございました小林さんじゃあ10月はドラフト締め受けて冬場スタジオに遊びに来てくださいもちろんお待ちしてますはいは亀田さんも活躍してイトマン高校 OB ここにありという形でお願いしますはい 近藤さん本当にお忙しい中、いろいろ、とごちゃごちそう、あいたとり持っていただいて、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、えー、ヒッティングチャンス、今日は、えー、日本生命の野球部の皆さんと一緒にお送りいたしました。ぜひともまた、これからの活躍、期待してますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。